いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらアイリス大山さんのエコハイルクス照明器具ですね。 LED シーリングライト CL14DL-5.0WF ということで、調光調色ね、それぞれ、10段階と11段階というね形のモデルになります。はい、14畳用とね、5800ルーメンと記載があります。はい、ね、こちらね古いものとなります。アパートの、ね、入居者の方が、照明器具が、ちらつくと、こちらね、こちらでね設置させていただいて5年使ってた形になりますね。先ほどちょっとエアーですごく綺麗にしてるんで、ほこりも何一つない状態ですね。はい、ね、こんな感じで、はい、という形なんで、ちらつくということなんで、ここの部分がねダメなんでしょうということで、リモコンに関してはねほぼ全く同じなのでね、それはそのまま使ってくださいということで置いてきてます。はい、なので今ねチェックするにしても、はい、リモコンが多分ねないと、はい、ね、操作が多分できないと思いますんで、ね、こちら、はい、ね、電池だけはちょっと入れてみましょう。はい、でチャンネルがね1番2番って確かあるはずなんですが、ね、今初期設定では多分1番になってると思います。はい、ね、はい、ね、これがなかなか取れない。はい、ね、でこちらに裏にね蓋がありますんで、こちら開けて、はい、現在ね、はい、チャンネル1になってますね。はい、でリモコンの準備は OK です。はい、で、ね、チェックするときにねこういう形でね電線と、あとねこちら差し込みと、それぞれね、こんな感じで、はい、作ったやつで一回ねチェックしましょうということになります。はい、でロックかかりました。はい、では、ね差し込んでいきます。よいしょ。はい、ということでどうでしょうか。一回消しましょう。はい、でね明るくなってますけれども、これで消灯、はい、前灯ね、じゃあちょっと消していきましょう。少しね一番これ弱い状態で白、はい、白にして、今これ撮影するときにね明るいと見づらいと思いますので、でこちら暖色にしていきましょう。はい、で、どれかがちらつくのかなというねところで今確認はしてますけれども、はいね、別に今入居者の方に責めるとかそういうことは全く今ありませんけれども、一応ね、はい、どこなんだろうということで今、ね、確認をしていくというところで、今じゃあめちゃ明るくしましょう。はい、はい、ちょっとねまたちょっとごめんなさい、コンプレッサーが今回ってうるさいですけども、はい、ということで今これ白に、暖色にしてこれホワイトにしていきましょう。はい、ね、こういう風にしてちょっと向き変えますけれども、はい、ね、この今明るさどうでしょうかね。ちょっとちらついてるか、はい、食事、これが食事、読書というねくつろぎっていう形で今ね調整は今してみたんですが、どうですかね、どれかがちらつくという形ではなさそうな感じはしますけどもね、ずっとね今、当然置いてあった状態で、でまたこうねちょっと試験的にやって、すぐねその症状が出てくるかっていうと、はい、ちょっとね何とも言えないんですが、今なんかこの辺がちらちらっと動いたような気もしないではないですがね、この状態で一番暗い状態でねこうチェックをしていこうということなんですが、はい、で白に戻しましょう。どれかがちらつくやつがあるというふうになるとね、この状態が、中間の位置ですかね、白色と暖色とこの中間の位置でちょっとチェックをねしていけばいいのかなと思いますけれども、今見る限り、はい、ね、特に問題なさそうな
感じはします。なのでね、本当はねアイリスさんにちょっとね電話して、あ、今なんかここ今見えましたよね。これ今確実に、はい、今映ってたらいいんですけれどもね、確実に今、あ、これここ3個はい、ということでこれもダメになっちゃってるっていうのが今確認できましたよね。まあ今これが多分チラチラっとしてるというのがね、はい、確認できました。はい、ということでね、確認できた部分は後でねテープ貼るにして、ね、こうしていきましょうかね。はい、ね、前にしてここにシールを貼って、まあ、シールというかね、マスキングテープなり何なり貼って、あとねアイリス大山さんに電話して、ちょっとね、聞いてみたいなと思います。まあ、いずれにしろ5年経ってますんでね、まあ、保証は、まあ、効かないと思いますんで、まあ、こちら購入すると1万円ぐらいになるんですが、まあ、それよりかね安ければ、まあ、修理してもいいかなとは思いますけどもね、まあ、こういうものもねちょっと劣化して割れやすくなってますんで、まあ、送料かけてね、まあ、修理してもらう方がちょっとね場合によっては高くつく可能性もあるんで、まあ、こちらね何かの予備としてちょっと保管しておいて、まあね、また必要に応じて購入していきたいなと思います。まあね、リモコンがねとにかく、まあ、1個ね増えたということで、これでね良しとしていきたいと思います。はい、てなわけで、はい、照明器具のチェック終わりました。以上、ご視聴ありがとうございました。